ぴょんのサインが欲しい。ぜひ皆さん、あの今再販やっているのでぜひそちらでお待ちしてます。サインゲットできるチャンスです。はい、再販やってます。書いとこう、遠くに。再販やってます。再販って書いてお話書いて大体わかるよね。わかんないかな、書いた方がいいかな。劇場でハルピョンとユキリンさんの絡みが見たいです。あの私すごいあれがあって、まあ多分ユキリンさんのポジションもバレてると思うんですけども、あ、6月5日劇場公演出演させていただきます。昨日なんか出るか出ないか分かんないって言ってたけど出ます。出ることになりました。で多分ゆきりんさんのポジションは多分もうねバレてるっていうか、まあゆきりんさん以外のメンバーが全員出演したことがある、もうチーム B の泥明けに出演したことがあるメンバーなので、まあね、ゆきりんさんのポジションもきっとあそこだろうな、まあ、この間の香里ちゃんみたいに新しいポジションを誰かが覚えない限りはきっとあそこだろうなっていうのが多分想像ついてると思うんですけど、そこのポジションの方と一緒に、まあなんだろう、ダンスとかじゃなくてフリーで絡むシーンがあってそうなんですよね、そうなんですよ。だからいや多分分かる人は分かると思うんだけど、この間のあれがあれの時はその見たよって人とかは、そう緊張してますめっちゃしかももう私も泥明けちょっと忘れちゃってるから、2週間前、その5日からすると2週間前なのかな、5日なので2週間弱前のことなのであれなんですけど、ぶっちゃけ公演中ってどの辺まで見えてるの？正直言うと初日はなんか雫公演とは別なんですけど、アイドルの夜明けのこの間の初日はマジ緊張しすぎて目の前の方も釣ることができないぐらい緊張してましたそう本当にもう誰一人釣ることができないくらい本当に緊張してて、なのでもうあの日はマジ何にも見えてないです。そう本当に何にも見えてないは嘘、私のうちわ持ってくれてる子とか、そう女の子とか、あの私のタペストリーみたいなのを持ってくださってるあの前にいた方とかは見えたんですけどそう、あのうちわ持ってくださってるファン、あの男性のファンの方も見えたんですけど、でもやっぱりもう後ろの方とかもう私のうちわとか私っぽいのを持ってない人はマジで全然もう見えなかった。もう本当に緊張しすぎてて初日は、でも多分次もそう緊張しちゃうから時々なんですけど、でもその緊張をみんなに見せないくらいちゃんと自主練を頑張りたいと思います。
まずはでも1日のイベントに向けて振り起こしをやらなければいけないので、そうそうそう、そこからなんですけどね。まずはだから一旦1日を頑張るかなって感じ。ピョン中毒、毎日顔が見て笑顔が聞きたい、ぜひピョンムービー見てください。以上です。それ以外でもそれ以上でもない、それ以上でもそれ以下でもない、毎日配信とピョンムービー見てくれれば私の顔も私の声も聞くことができるし見ることができるので、はい。パンダさんハートありがとうございます。竹兄さんミラボール一つありがとうございます。プラス1、ちょっと待ってね、今ねちょっとねいろいろまとめてて今ちょっと待ってね、ショールームイベントは参加しません。まあどうしようかなっていうのは正直迷ってて、なんかドボンのイベントも今回すごいもうめっちゃやれーみたいな感じっていうより、グループでみんなで頑張ろうみたいな感じだし、そうなんかどうしようかなっていうのはすごい迷ったんですけど、でもまあなんだろう、5月31日から6月6日までなんですよイベント期間が。でまあ明日もあれだし、なんかもしかしたらできるかできないかが分からなくて、今一旦そう1日イベントあるし、その3日、2日3日4日で B 公演のドル明けをもう一回起こさなきゃっていうか思い出さなきゃいけないし、5日も B 公演頑張んなきゃいけないしってなったら、なんかちゃんとできるのが最終日しかないなと思って、そうなんかそんな中途半端な状態でみんなに一緒にやりましょうって言ってもなんか嬉しいね、忙しさなのであれなんですけど、まあB 公演起こしてっていうか覚えておけば234そんな頑張る必要ない、頑張る必要というかその B 公演起こす必要ないじゃんってなるんですけど、まあ、やっぱ2回目っていうのもあったりとかして緊張もしてるし、初日もマジで緊張してたし、あとはなんだろう、私が完璧であればいいんですけど完璧じゃないのでまだまだ、そうだからこれが5日が雫公演だったら多分ショールームやってたかもしれない。そう雫はもう割と出演回数何回もしてるから、まあすごい久しぶりの公演になっちゃうけど、でもそんな3日も振り起こしに使う必要がないっていうのはある。もう1日で大丈夫、雫に関してはもう何回も出演させていただけているから。でも B に関してはまだ今回で2回目だし、なんかB 公演全然できなくてあいつショールームイベント出てるからだよって思われたくないので、そう、まあそんなこと思わない人が多い、ほとんどだと思うんですけど、
まあ、そうは思われたくないのでっていうのもあって、まあ、ちゃんとできる日が6日しかないっていうのもあって、今回は出演というか立候補は辞退させていただきました。でも私ちょっとあんまりね、誰が出るとかっていうのはツイッターとかで見てないんですけど、マリアちゃんだけ出る、何立候補したっていうのをツイッターで見ていいねしたので、あのぜひチームエイトの応援をしていただけたら嬉しいなと思います。サヤリンも出る、頑張れみんな。お、舞台組がいっぱい出るんですねっていうことなので、ぜひチームエイトのメンバーを、まあ星とか星で、あの加勢してあげていただけたら嬉しいなと思います。ハッツも頑張れ、鉄頑張れはい、そう思ってます。なので今回は私は立候補を辞退させていただこうって決めました。あとは普通にちょっと顔が、ここの肉とか落としたい、モデルとかになるんだったらね。うん、まあでも一回はね、そういう雑誌系の子供のそのイベント、ショールームとかドボンとかのイベントで雑誌系のやつも一回はマジで本気でチャレンジしてみたいなっていう時が、うん、思っているので、その時にみんなとちゃんと全力で、自分自身も全力で出し切れる時にみんなと頑張ろうって思いたいなって思ってます。なのでその時はぜひよろしくお願いします今回はやりません。なので、6月5日の B 公演、まあ申し込む方は申し込んでもらって、申し込めないよっていう方は、ね、日曜日のね18時半だから、申し込めないよ、ちょっとその時間は帰れるか帰れないか分かんないんじゃないかっていう方は、ぜひオンデマさんでご覧いただけたら嬉しいなと。ゆきりんさんのね、あのアイドルの夜明け公演の初日なので、多分倍率もバリ高だと思うので落ちちゃったよっていう方もオンデマさんで絶対に見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。生誕に向けて温存はしなくていい感じですか？わかんない。生誕がいつあるかとかが分かんなかったりとか、あと今のチーム B メンバーの生誕がどれぐらい溜まってるかっていうのが分かんないので、そうだから、それも誰かまとめてくれてる人いないのかなそうそうそうっていうのもあって、ちょっと生誕まで温存しといてっていうのは言えなくて、1130日ありがとうございます。そうなんですよね、だから一旦、うん、そういうのは考えずに多分申し込んでも大丈夫な気がするんですけど、気のせいでしょうか、わかりません。山内さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。しゅんぼさん、なんか生クリームありがとう。今日ケーキ食べたからさ、生クリーム大丈夫かも今日ケーキ食べてちょっとお腹がグフー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 って感じそう、
ヤッチンさん、ハートありがとうございます。ダッシュさん、花束ありがとうございます。菊池直久さん、何ウェディングクマタワーありがとうございます。せーの、タワータワーありがウェディングクマタワー、菊池直久さん、ありがウェディングクマタワーありがとうございます。ありがとう。イベントは出ませんだからイベントは出ないので、再販とか劇場とかいろいろマシかんだよねよろしくお願いします。はい、マーモーさん、お花束ありがとう。ちょっとこれが終わったらあれします。歌います、一曲分。8月のドボンイベントはいつ募集、何の話だ ?8 月のドボンイベント、ミラーボール一つありがとうございます。じゃあプラス2で歌いますね。31足す2足す21、52足す2、54、54個分歌います。カウントしてない。あと自分のとこ以外あんま分かんないから許して線路脇にタンポポが咲いていた、長かった冬が終わり待ちわびた春が来たんだ、日差しの道を歩き恋でもしようか、通い慣れた分かんない頭脳、いつもの通学路、昨日までの僕とどこかが違うよ、うつむいていた季節、風も向きを変えて、人はいつだって生まれ変われるさ、こんな場所にタンポポが咲くなんて、生命力の強さと
ひたむきさ教えられたよ、なぜか目頭が熱くて、夢や希望や未来はここにある、雑草の中の命はたくましく育ってゆくよ。あ、裏返った。日陰もいつの日にか日向になるんだ。ほんの少しだけの不運を嘆いてた、休みがちな僕が恥ずかしく思う、雲一つない空は鳥も自由に飛び、過去の雨の日も今日のためにある。チャチャチャ、気づかなかったタンポポが揺れている、誰の心の中にもささやかなその可能性、日常に忘れていたよ。待って、思い悩み間違えた、落ち込んだ寒い日々、当たり前のつまずきに立ち上がる若き力よ、弱さもいつの日にか強さになるんだ。てん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 、感想をやりまして、てててててて て、こんな場所にタンポポが咲くなんて、生命力の強さとひたむきさ教えられたよ、なぜか目頭が熱くて、夢や希望や未来はここにある、雑草の中の命はたくましく育ってゆくよ、日陰も日向になる。ちゃ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 、気づかなかったタンポポが揺れている、誰の心の中にもささやかなその可能性、日常に忘れていたよ、思い悩み落ち込んだ寒い日々、当たり前のつまずきに立ち上がる若き力よ、弱さもいつの日にか強さになるんだ。ということで32個分歌いました。この曲ちょっと長め、そう、1サビと2サビがねもう一回ずつ繰り返されるから、ありがとうございます。だから54-32、あと22個、1曲分ぐらい、ありがとうございます。次の曲はねビー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 だからちょっと短めかも、だからいい感じかも。ミラーボールありがとう。まだ22 ここむずいんだよね。ほんの少しだ、ほんの少しだけの不運を嘆いてた、休みがちな僕が
恥ずかしく思う、ここがむずい。ほんの少し、ほんの少しだ、だ、あ、ほんの少し、し、ほん、す、こ、こ、し、だがむずい。ほんの少しだけの、だがむずい。ほんの少し、し、し、そう、ゆきりんさんと出演できるのですよ。嬉しい。なんか K にいた時もその一番そのチーム AKB の中の一番先輩の方と一緒にそのチーム K として峯岸さんと一緒のチームだったんですけど、峯岸さんと一緒に出れた回数も本当に片手で数えられるくらい、まあ手で数えられるくらいだったので、本当にそう10回以下とかだったので確かだからあんまり一緒に出演できなかったので、あの少しでも今回はゆきりんさんとたくさん出演できるように、私もまあもともとの公演にたくさん出演できるように頑張りたいなと思います。さくたろさん、ハートありがとうございます。でもまずは1日のイベントを頑張んなきゃないけないので、ゆきりんさんと一緒に MC するっけ、しない気がする、するのかな、ちょあんま MC メンバーもあんま覚えてないんですよね、ごめんなさいセナタン、セナタン、ナギちゃん、くるみちゃん、とその私の4人で一緒にあのなんだっけ、火鍋食べに行こうっていう話をしたのは覚えてますもうそれ以外本当にもう初日に一生懸命すぎて、私本当になんか一つに集中しすぎるとマジ周り見れなくって、そうなんですよ、だからその蜂の時もみんなが笑ってたのもあんま分かんなくて、そう分かんなかったわけじゃない、笑ってるなっていうのはあったんですけど、でもなんで笑ってるんだろうっていうのが分かんなくって、そう、もうそうなんです、だからだから分かんないですそうだから一つのを一緒に、もう一緒にじゃないや、一つをに集中すると全然頭パーになるので、他のこと考えれないうん、なんかそれこそそのハッチの役は本当に動きが多くてなんかその横内さんにもうとにかくなんかもう下っ端というかなんか焦ってる感を もう本当にたくさん出してって言われて、なんか私も自分の中ではすごい出してたつもりだったんですけど、その演技の何稽古後の動画とかを見てるとなんか全然出てないなって思ったりとか、まあ本当に舞台本番中も全力で自分の中には出してたんですけどでもなんかちゃんとその舞台のまあ、緊張もあったと思うんだけど、舞台のバラビさん、バラビさん、パラビさんで見た時に あんまりなんか焦ってる感そんななかったかもなって思って、でも自分の中ではもうあれが最大限なんですよ、だから舞台俳優さんとかってもう自分の中の 全力を越してるじゃないですか、だからそういうのがやっぱまだ殻を破りきれないというかっていうのもあったりとかして難しいなって思ったところの一つでもあるんですけど、そうそう、だからそういうその動きが多かったりとかモップやったりとか一つ一つが動作じゃなくてもうその時に思い浮かんだことみたいに毎回同じことをやるっていう、これをやってこれを言ってこうしてこうしてこうしてこうするっていう動作じゃなくて、その一つ一つが
え、やばい、この人本当にロイヤルゼリー飲みやがったなみたいな、え、鍵開いてたのみたいな、そういう焦りが欲しいっていうのを横内さんに言われて、そうだからそういうのをもっと出せ、いやもっと出せはしないけど、今の自分には出せないけど、もっとそのいろんなね舞台とかその演技とかを見るにつれてもっと学んでいけたらなって思ったし、そういうのも経験で埋めたいなっていうのを思ったし、そうそうそう、でも本当になんかエイトの舞台なんか難しいですねなんかこれまで私はその AKB の舞台しか出たことがないので、なんかそのロミジュリの時もアドリブがすごい千秋楽とかめっちゃあったりしたし、もう笑っちゃってたし、そう、その時もみんなそうっていうのもあって、なんかその8の8のっていうか AKB の舞台しか出たことないから、そのなんていうのザもう舞台俳優さんみたいなっていう、そのもうそれでもうそれだけで舞台一本でそのが生活されてますみたいな方々もいるわけじゃないですか。そういう方と混じった時になんか自分の演技とかそういう多分アドリブとかも本当に多分ほぼないじゃないですか、そういうのって。まあ蜂蜜吸うところは多分毎回アドリブなんですけど、そうそうそう、でもそのなんかこれネットで買って可愛くないですかっていうのもママがつく、そのひだやが最後千秋楽の時にママが作って可愛くないですかみたいに言ったんですけど、そういうのも多分そのもうザ舞台俳優さんの舞台ってなるとそういうのも多分なくてと思うんです私はそうだからそういうののアドリブが面白いのも8とか AKB の舞台の面白いところいいところではあるけれども、なんかそうじゃなくてもう台本にのっとってやってますっていう、なんていうの、台本にのっとってだけど自分たちの演技も加わってやってますっていう舞台をこれまで経験したことがないので、そうそうそう、もうアドリブ王子みたいな舞台なのでこれまで出演してるのは、だからどんな感じなんだろうっていうのはすごい疑問に思ってたりとか、なんかやってみたいなっていうのはあるけど、でも自分にできるんかなみたいな。舞台のことは静岡のお友達に聞こう。でも静岡のお友達も今コミさんと、ゆずかちゃん、あの AKB からはその2人が出演してる舞台に出てるんですけど見に行きたいなーっていう気持ちはすごいあって、そうせっかくね、いくみも中野いくみも元チームエイトの子も出てて、横道ゆりちゃんも出てて、中野いくみだけなんで呼び捨てで横道ゆりちゃんだけなんで横道ゆりちゃんなんだろう横道ゆりと中野いくみがチームエイトから元チームエイトからは出演してて、そうだから見に行きたいなっていう気持ちもすごいあるのでそうなんかそのゆりにそのいろいろ聞いたのは、なんか本当に私がその舞台とかにいろいろ行ってなんか勉強してるのって聞かれて、その舞台のあれを感想を聞いた時に、で確かにそのまあ他の人よりは多分そんな行ってないかもしれないけど、その行ける機会があったら AKB のメンバーが出演してる舞台とか2番目でもいいのとか見に行ったりとか、マリアの昔の、 あの赤からの時のやつ見に行ったりとかっていうのをしてたから、まあたまになんか行ける機会があったら行ってるよみたいな話したら、そういうのがすごい伝わってきてめっちゃ良かったっていうのをゆりに言ってもらえてそうなんかそのこれまでちゃんと演技とかはしたことなかったけど、見るだけでもなんか見ないと見るじゃん、もちろん百聞は一見にしかずまあ見るだけと経験するのは全然多分違うと思うし、一経験と一見るだったら絶対一経験の方が自分の演技とかのためにはなると思うけど、でも0見ると1見るは絶対1見るの方が自分のお勉強にはなるじゃないですか。だからこれからもそういうその舞台、いろんな AKB も今いろんなメンバーが舞台やってるから、そういうのもまあ私がいつか出演させていただけると嬉しいなとも思いつつ、
その見れる時に見に行きたいなっていうのも思いつつっていう感じで今人生を生きてます。作太郎さん、花束ありがとうございます。人生生きてますわ、やばい急になんか深くなっちゃった、大きく深くなっちゃったすいません。でも本当にそう思ってます。ハルピュー前髪変えた？ここ何年変えてないかなでもなんかたまにすごい長い時とかあるかも、うん、だからハルピョンのいろんな役見てみたい。え、ハルピョンがじゃあもう、なんだろう、ロミジュリのジュリエットみたいに私はなんちゃらこの剣がなんちゃらの鞘よ、私もうっていう役でもいいんですかどうなんだろう。いいですか、うっていう役と、あれは女王蜂最近薄いよ、ロイヤルゼリーが薄すぎです、お前たちこんなんでいいと思ってんのっていう役もうここだけ完璧、うん、B ちゃんです、よろしくお願いしますもうね、蜂のパートはほとんどできますこれネットで見つけて可愛くないですか。でもカレンちゃんみたいにその振り幅でむずいかも、できないかも、さすがカレン氏って思ったのが、なんかちょ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 何やってんのそこの悪党、働き蜂さんは働く時間だぞっていうのあれすごいあのカレンマジすごい、できないできない私にうん、あれは本当にすごい、ヨウの役が特に似合いそうヨウですか私まあいいんだから、普段が演技とかじゃないとヨウはできないのでねヨウの役お待ちしてますけれども、まあ、下っ端役はマジで得意です本当に。今回のハッチでマジで自分で思った、なんかすいませんみたいな役めっちゃ得意かも、わかんない、ハッチがただハマり役っていうわけじゃないかもしれないけど、ハッチがただ私だったのかもしれないだけなんですけど、あの感じがそう、この右往左往してる感じが私だったのかもしれないだけだけど、でも、まあ、どんな役でもお待ちしてます、頑張ります、やりたいです。当て役かと思った当て書きですか、やば、大村の子やったら古文担当大村の子です。今日はしじみなごんがなんちゃらかんちゃら読み解いてまいりましょう。それではこちら読める方、牛久さんあれはもうぎょうちゃんだよな、なんか本当に横内さんってすごい何でも分かってますよね。だってあれが絶対あれがぎょうちゃんじゃん、もうあれはもうぎょうちゃんだよって感じ、本当にすごい。カレンとハッツの流星くんも好きだし、本当にそうすごい、うん、ギターもお便りだし
まあ、そこはギターができる子で当てたのかもしれないけど、それは分かんないけど、でもほとんどなんかそんな感じじゃない？なんかあこの子この子って感じ、わかる？なんかジュリエットもひだちゃんのそのもともとバレエをやってたから、そういうのもすごいいい感じに出てたし、ナルタオのロミジュリもすごい好きだし、もう大西桃花のロミオなんてもうあれはもうもう誰が落ちないの逆にって感じ。もう落ちない人はいないって、あんなかっこいいロミオ本当にすごい。それを小内さんがって考えたら本当にすごい、マジですごい、そう思う。なぎちゃんの3号も可愛かったし、あの子供の遊び相手も遊び相手感めっちゃ出てた。その子供たちからすごい好かれて遊び相手だったんだけど、我慢が限界超えてみたいな役めっちゃなぎちゃんめっちゃ合ってた。うん、だからすごいなって思いました、横内さんって改めて。うん、最近横内さんめっちゃツイッターいいねくれる、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しい。小内さんマジメンバーの SNS めっちゃチェックしてる、チェックしてるって言うとあれですけどめっちゃ見てますからね。本当にすごい、なんでもいいね来る、嬉しい。うん、これさ、みんなのとこでまだ私バースデー背景ですか？なんかバースデー背景長ない？みんな普通？私のとこだけ？バースデー背景。もう普通な、私のとこなんかすごいキラキラなんですけど、なんでだろう。いまだにバースデー未だに誕生日気分味わわせてもらってるわ。ずっと誕生日ハーピョン、まあ、こっちの方が気分上がるよね多分。あれかな、更新とかしてないからかな。うん、毎日年取るじゃん、やだよ。やだよ毎日年取るの。YouTube のリンクが切れてる、嘘。それは普通に YouTube としても見れないってこと？いや見れるな、なんでだろう、何が切れてんだろう。リンクがもう変わったのかな、リンク。ちょっともう一回、じゃあリンク貼り直すね。リンク貼り直すのはね楽にできるんですよ。ただそのあれをあのなんて言うんですか、サムネをそこに貼るのが大変なの。だからリンク貼り直すぐらいならもうどんだけでも貼り直す。やばい、今日のハルピョン可愛すぎる。ママ可愛いって、今日ママにブスって言われた。あ、今の顔はブスだったわ、さすがに。
まあ仲悪いとブスとかも言えないですけどね。ブスとかあんまり連呼するもんじゃないアイドルが本当に。どう？みんな行ってみて。はい、ショールームリンク飛んでみて。これでもまだ行けないかな。ハルピョンはミニさんのイベントは出演しま出演立候補しないことにしました。ちょっといろいろと嬉しい忙しさがあっていろいろと重なっている部分があってしまって、そのちゃんと自分で納得してなんか3週とか考えて配信できる時間を取れるのが本当に最終日ぐらいしかなくて、なのでそんななんか中途半端な状態で出演して、私はやる時は負けたくない女なので、負けず嫌いなのでそうだから、そういう中途半端な状態で出演してファンの皆さんに負担を大きくさせてしまうよりも、そういつ配信するか分かんなくて星3週もなんかいつやったらいいか分かんないよっていうのよりも、ちゃんと自分が満足して配信できるような時にたくさんというか、そういう時にイベントがあって、まあ、そういう時に確実にイベントがあるわけではないから分かんないんですけど、そういう時のイベントでみんなと一緒に楽しく頑張れればいいなって思っているので、そうなのでちょっと今回は立候補しないことにしました。なので他のチームエイトのメンバーだったりとか、まあ一押しはハルピョンだけど実は二押しが参加するんだっていう皆さんは、その二押しのためにもう一押しハルピョンなの確定させてる二押しのためにとか、頑張っていただけたらいいかなと思います。チームメイトの他のメンバーにも一生懸命って感じかな。うん、まあお前が二押しだよっていうコメントはいらないんですけど実はお前が二押しなんだよっていうコメントはいらないんですけどでもそう思ってます。とにかくなので、まあ納得の事態というか、まあ普通にやるぞっていうのに至るまでのその自分のスケジュール管理をちゃんとできたよハルピョンって感じ。ハルピョンはスケジュール管理できる女でしたって感じかな。そう6月5日ドラ明けあるからみんなそっちで会おうぜ。あと再販もあるのでそっちで会おうぜ。ともゆきさん、スワンありがとう。ペコさんかっこいいありがとう。 B メンバー最高申し込んだよありがとう。もう本当に可愛いメンバーがたくさんいるチーム B なので、これから B 箱推しになっていただけたら、まあもちろんハーピョンが神推し一押し最高ナンバーワンなんですけど、そう思っていただけると嬉しいんですけど、そうであってほしいなっていう気持ちなんですけど、まあステージに立ってる時は誰よりも輝くぞっていう気持ちで橋本頑張っているので、そうですね、そんな感じで応援していただけたら嬉しいかなと思っております。以上です。マックウィックさんハートありがとうございます。あれ、キョッカちゃんまだ出てない？キョ
京香ちゃん、あれそうだっけ、みんなじゃあ京香ちゃんのポジション、あれ京香ちゃんまだ出てないのか、知らなかった。出てると思ってた、てか明日出ると思ってた。あんま言いすぎると京香ちゃんのポジションバレしそうなのでやめておきたいと思います。てるさんミラーボール2つありがとう。ありがとう。まあと45分ある。今日が終わるまで。今日が終わる頃、どんな、あの曲好きなんだよね、意外と意外と結構好き。一日か to be 夕日の背中に思う、あの曲好き。今の K の公園にあるよね。K の、楽しいばかりが AKB の時に出演っていうかやらせていただいて、そうそうそう、その時に歌った思い出の曲でもある。忘れた振りは忘れたけど、いい曲、いい曲多い。支えもいい曲だし、チーム K のさ、そういうのって結構いい曲多いんですよね。菊池直久さんミラーボール一つありがとうございます。54-32+3 B もね、そう、タンポポの決心とかありがとうとかめっちゃいい曲だし、 AKB っていい曲ばっか。なんでなんで AKB っていい曲しかないやん、なんなん、怒るよ僕は頑張るも好き。AKB っていい曲しかない。うん、なんか深くなんかツァーって歌詞聞いてるとどういう曲みたいな思う曲もたくさんあるんですけど、でも深くそれをなんか読み解いていくとなんかこういうことなのかっていう曲がいっぱいあって、そう、うん、まあでもゆっくりんさんも言ってたんですけど、イエイイエイイエイよりもウォーウォーウォーの意味は私もちょっとあんま分かんないんですけどうん、でもあの
それ以外の部分、法定速度の場合は、例えば前を見れば長い列、何キロ続くのか、永遠に一本道、大渋滞渋滞渋滞ってあるじゃないですか。それって多分そのまあ分かんないですよ、秋元先生は何を考えて作詞してらっしゃるか分かんないですけど、でもなんかその選抜さんとか、その自分よりも前の日を走っているメンバーとかっているじゃないですか。そりゃだからその前を見たら長い列、何キロ続くんだろうみたいな、めっちゃ人いるみたいな、大渋滞やみたいな感じなのかなとか思ったり、その夢へのルート的な感じなのかなとか思ったり、そうそう、ゆいゆいが、あ、ゆいの歌だって言ったやつ可愛いよね。夏の生きる続きなくて日本に住む、大渋滞渋滞渋滞、ちょっと出会って恋をして、ちょっと出会って恋をして、なんだっけ、ちょっと出会って恋をして、ドライブしただけだよ、横入り割り込みだとだいぶインプインプイン、あちこち、どんなに嫉妬されたって関係ないじゃない、あちこち聞こえるクラクション、マーキーのたちの、それこそなんかあれですよね、恋っていうのはいろんな道はあるけれど、もうブーンって言った人が最強なんだぜみたいなそうそう、法定速度、恋の法定速度なんて超えちゃえよイエーイみたいなね、橋本春奈の目が通ります、頭おかしい、快速は止まらない、通過する方多い、電車の窓ほら一瞬だけのホームの上、君の姿、AKB で一番好きな歌詞、へえ、でも夢のルートとか結構いい曲ですよね。スタートの地点は横に並んでいた、同じ世代の同じ夢持つ仲間だった、青空にピスドルなあった瞬間から、列は乱れて誰もが競争し始めた、絆はやがて縦に広がり、順位が生まれてた、早い早い遅い遅い差ができた、結構いい曲よね。高い山を登るルート、それは一つじゃない、目の前の急なその斜面選ぶ人もいる、頂上へのその途中で自分が何番目か、今の居場所を知ってまた頑張ればいい、私7位ですあ、でもあれも好き、一生の間に、エイトってマジいい曲多い、まあ、AKB がまずいい曲多すぎ、多すぎ笑った、どこかで誰かの笑い声出して、風が幸せを運んでくるよ、一人で歩くには不安もあるけれど、世界にはいっぱい誰かがいる、公園の木々たちが太陽の光の下で一つの影を作って、枝の葉と葉が重なり合い共に生きている、何人と出会えるのだろう、一生の間に夢を語り合えるような、かけがえのない
いい曲。菊池直久さん、ミラーボール一つありがとうございます。54-32+4、あ、送っちゃった。あ、待って、3つ来てる、4つ、1、2、4つ来てる。+4+3、+4+3、受ける。755、これだけ見た人何のどういうことって思っちゃうよね。私歌下手ですよっていうか、そのこういうところではそのなんて言うんだろう、まあ聞かせられる歌は歌える。そのなんかそのあのすごいお題みたいにめっちゃうまいってわけじゃないけど、まだ聞かせられる歌はこういうところでは歌えるんですけど、ステージに立つと歌えなくなるの。どういうこと？そう、緊張もあるし、歌がなんかマジで本当に自信がないっていうのはめっちゃあって、そう、昔から下手って言われてきたからママに、そうだから歌うことをやめてて、そうだから歌わない人間になってて、でもアイドルになっちゃったから歌わなきゃいけなくて、そうアイドルになったから歌わなきゃいけなくて、アイドルにならなかったら歌わなくてもよかったんですけど、人生で。そうなんですよね、なんでアイドルになったんだろう。うん、そう、もうママに歌下手って言わないでって言ってるのに、分かってるよって言ってるんですけど、永遠に言われるのでもうなんか嫌です。誰かもう言ってください。ハビオに歌下手って言わないであげて、ハビオも分かってるよって言ってあげてください。でもママ寝てるよきっと、この配信見てないです、残念でした、寝てます、さようなら。私はいや本当にお世辞とかじゃなくてマジで歌下手なんで、お世辞でも言えないぐらい下手なんで。そう、それがステージ立つともっと下手になるの。そうなの、それがなんでなのかを知りたいです、自分でも。なんかここではまだ聞かせ、人にギリギリ聞かせられるラインの歌は歌えるんですけど、そう、でもあのそうなんですよね。でもそれは肺活量が足りないのかってことは、腹筋がインナーマッスルがってなると、やっぱ腹筋を鍛えろってことですよね。頑張ります。筋肉はない。はっきり筋肉はない。ママは分かってること、ほんと親ってさ、なんか昔から宿題しようとしてたら宿題しろって言ったりさ、まあ、私は宿題しろって言われたことなかったんですけど、これまで。そう、課題やったのぐらい、なんかやれとは言われてないけど、課題やったみたいなぐらい。そう、まあ、大学生になってちょっと言われる回数は増えました。やばい。そう、でもなんか分かってることを言われるともうムカつくじゃないですか。なのに
言われるんですよ。もう多分これって22歳の悩みじゃないと思うんです。多分もっと幼い時から思ってたことだかもしれないんですけど、でもなんかそれだけそのいや分かるんですよ、それだけ気になる、子供のことも気になるっていうのは分かるんですけど、でも分かってるよもうみたいなことをもう永遠に言われるんです。そうだからもう嫌ですだから余計に言われるから余計に反抗的になるんですよね。そうだからハーピョンはこう反発的な人間に育っちゃったの。だからこのみんながちょっとなんかちょっとなんかいじるぐらいのコメントしてもハーピョンはは何って怒っちゃうんです。そうもうこれはもう何が悪いんでしょうそうなの。そうでも一緒に寝てるの、どういうこと、マジ情緒不安定すぎじゃん本当にそれなマジ何がしたいのあんたって感じですよね本当に。そう意味わかんない、そんな嫌なら一緒に寝んなよって言わないで、言わないで。ハルピョン昨夜間違えてしまいました、ごめんなさい。何を間違えたんだ言ってみろほらこうやって何間違えたの、全然もう怒ってないよ大丈夫だよっていうのが多分可愛いアイドルなんですけど、ハルピョンは何間違えたんだ言ってみろそうなの、もう一回言おう、ハルピョン昨日間違えましたごめんなさい。どうした、何間違えたの、どうしたの。え、なんか分かってることを言われるのが一番ムカつくんです。だから歌は置いといて今日は出来上がっております。歌は置いといてって何ですか、分かってるんですけど分かってるんですけど、言われなくてもいいって言ったらさっきからやってるじゃん、はあ、って感じうさぎの5歳は51歳ぐらいでそういうこと、全然そうなんだね。じゃあ私の2倍以上マメちゃんはおばあちゃんってことなんだ。マメちゃん長生きありがとう、これからも生きて元気に生きてくれありがとうマメちゃん全然いいのよ。そう、分かってるんですよ、うん、みんながもうみんなが言わなくても歌えないことは分かってるの、練習もしてるの。いやもちろんボイトレ行きなよって言うのも分かるよ。じゃあどこのボイトレがいいんだ教えてくれうん本当に教えてくれ、そこ行くよ。だから教えて。もう本当にそれでも好きなので大、それでもって何ですか？それでもって何ですか？ってことは下手だよねって言ってるようなもんじゃないですか。それでも。っていうひねくれハルピョンでした。終わり、この話はハルピョンが嫌な気持ちになるのでこの話は終わります。あと30分楽しくしたいので、はい、それでもだって。
こういう配信が好きな人もいるんですよね、きっと。なんか多分その普通にさっき言ったみたいにさ、へぇみたいな配信はなんか別につまんないみたいな人も多分いるから、こういう配信が好きな人もいるんだと思うんです。そう、でもこういうのをやりすぎてネガキャンしてる自分で。そう、サプライズレバーさん、ミラーボール4つありがとうございます。プラス4。ミニの話はさっきからいっぱいしたし、さっきからいっぱいしてる時あなたいてくれたじゃない、配信中に。待って、ピョンムービーの総集編とドボン、待って、ドボンのランキングやばい、忘れてた、明日切り替わるよね、やばい、待ってスクショしなきゃ、ありがとう教えてくれて、やば、焦る。待って、書いてないっけ、なんかあれ書いた気がするんだけど、ちょっと待って、今ドボンしてるから、この対戦終わったら見てみるわ。あと1枚だから待ってて、終わった、出せた、イエイ、勝った、ありがとう。あれ書いてないっけ、書いたんだっけ、あれ途中まで書いたんだっけ。忘れた、トップ10だっけ、あと2位まで書いたんだ、あと8人。とりあえず上位8人スクショしとこう。危険危険、危ない、教えてくれてありがとう、本当に嬉しい、ありがとうって思ってる時はありがとうって思ってます。本当に嬉しい、ありがとうって思ってる時はちゃんと声を大にしてありがとうって伝えます。危な、3位以降書いてなかった。何気にクマタワー立ってるのね、立ててくれてもいいよ、10連クマタワーありがとう。やば、嘘嘘、やばい、トゥ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 、君なら立ててくれるって信じてるよ。嘘嘘。嘘嘘。やばい、やばい発言してる。待って、ちょっと、はい。こんにちは。鼻歌ならえ、もうやだ、もうさっきからもう嫌いだよ、嫌いだよって言えなかった、嫌いになるよって言おうとしたの、嫌いだよがまず嫌いだよって言っちゃった。何、コメントそんなに読んでほしいの、コメント読んでほしいの。でもそうやって嫌いになられるコメント読まれるのは楽しくなくない？もっとなんかさ、嬉しいコメント読まれた方がさ、自分もハルピョンも嬉しくない？気のせいなのかな、どうなんだろう。じゃあ今からハルピョンのことをウハウハにさせるコメントをください、どうぞ。
あーハーピョンアイドルやっててよかったなーって、ハーピョンあー今日生きててよかったなーって思うコメントをください。お顔が天才、ありがとう。かわいい、ありがとう。しぶと春菜は自慢の推しです、ありがとう。今日もかわいい、顔がかわいい、ありがとう。かつや永久無料それはちょっとどういうことかつやどういうことだハルピョンのおかげで毎日楽しいです、ありがとう。マギちゃんやあやねちゃんみたいにそれを読むかっていうメンバーもいる、どういうことだろう。あ、そういうコメントってことですか。でもせっかくハルピョンの配信に来て、そうやってハルピョンのことがなんかハルピョンにかまちをしてそうやって来てくれて、多分読んでほしいんじゃないですか、そういう人って。だから読みます、逆にはい、逆に読みます逆に読むことで罪悪感を与えます、その人に。公開をします、公開しちゃいます、この人はこういうことを言うんだよ。名前も言えばいいのかな、逆に。わあ、まるまるさん、まるまるだ。いやそうだよねって名前も言えば公開意地悪、後ろに名前貼り出してこう、やばいやばい、さすがにウケるつわものすぎ、それはちょっとハッチや TikTok の引っ張ってを見て、ハルピョンコミカルな動きの才能あるなって感じました。芸人さんになろうかな。でもそんな簡単になれるわけじゃないから、芸人さんってめっちゃ大変そうだし、もう本当に芸人さんの方には本当にいつも助けられてお世話になっていて、助けていただいているので、もう本当に芸人さんってマジすげえっていうのは、もうこのアイドルっていう仕事をやってめっちゃ実感しました。本当に何を発言しても大抵面白くしてくださるし、本当にやばい発言以外は大体拾ってくださって、大体面白くしてくださってっていうのが本当にすごいので、そう、頭のキレはマジでやばいと思います。本当にもうなんかそういうなんか地頭とか知識の良さっていうのも絶対大事だけど、そういう頭の回転の速さっていうか、その人となんか話したりとか、そういう頭の回転の速さって多分人生とか、あとは普通にこういう仕事をやっていく上で絶対大事だし、絶対必要不可欠だし、すごい必要というか、なんて言うんだろう、最重要かは分からないかもしれないけど、でも絶対勉強しとくだけでいい方向にしか転ばないものだと思うので、うん、本当にそういう頭のキレの良さ、もうね、それこそあの劇場の MC とかでも絶対発揮できる能力だと思うから、そういうのって、そうだから、そういうのってやっぱそういうのも経験なのかな。でもバラエティ全然ハルピョン出ないからそう
だからそういう経験も分かんない。どうやって積んだらいいんだろう。フェリーで MV 撮ったやつ放送見ました。たくさん映ってて涙、ありがとうありがとうございます。そう、レイちゃんの卒業 MV みたいな感じになったんですけど、本当に素敵な MV を作っていた。やっぱね、外自然光ってやっぱ漏れるんですよね、最強に。そう、結構バッチリありがとうって感じ。テレ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 3分クッキングかなんかの音うん、そう、テレ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 あるよね、あれないっけ、3分クッキングじゃないっけ、なんだキューピー3分クッキング違ったっけ、忘れたな。日常に流れてる音すぎて忘れ、日常には流れてないか、あんま聞かない歌ですよね何だろう、いつ流れたんだろう。それは違うってめっちゃ言われる。そんな違うって言わなくてもいいじゃん。一斉にみんなで違うって言わなくても、テレ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 
いや、てってれてれれれじゃないんだよ。違う違う。てってれてれれ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 れじゃない。違う違う。それじゃない。てれてれれれて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 れれ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 れそう、ピアノの発表会とかであるような曲。あ、これです。テレレレ。テレ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 。あ、これだ。これだ。テレテレテレ。はい、誰ですか？たまごさん、ありがとう。あ、これです。あ、もうありがとうございます。満足。よくバラエティで料理している時に聞く気がする。じゃあ3分クッキングもあながち間違いではないということで。違うか、さすがに。さすがに間違いか。何の曲だろう。前も曲名当てたし、曲のことなら聞いてくれ。わかりました。じゃあ、てってテレテテレテレテレテテレっていうめっちゃいい曲なんですけど、なんだっけな、もう本当にいい曲で、もうなんだろう、なんか、なんか MV は思い出するんですよ。なんかね、あの黄色のなんかおもちゃの車みたいなのに乗ったあのメンバーがなんかサイコロかなんか、メンバー女の子がサイコロかなんかを投げてとてってやってるような MV っていうのは覚えてるんですけど、なんだっけ、てってれてれっていうやつ、てこの曲名わかんないのも問題だけどな、うち。なんだっけ、あのなんか人数めっちゃいて、めっちゃいるんですけど人数、そう、でもなんか一人だけメガネかけてる女の子が MV に出てて、そう、その子がもう超可愛くてめっちゃ可愛いんですよ。そうなの。もうなんだっけあの曲、みんなも多分 MV 見たことないかな、みんなないかな、あるかな、わかんないかな、わかんないかな、かな、聞いたことあるようなね、あるかもしれない。あ、言いたいこと、確かに言いたいことしかないんだよな最近。もう言いたいこと溜まってるよねマジで。なんだっけな、なんだっけ、なんだっけあれ、その子は今もメガネ、わかんない、どうなんだろう、メガネかけてんのかな、どうなんですかね、わかんないな、全然わかんない、もう全然出てこない、出てこない、メンバーとして出てこない、曲名出てこないのも問題なんですけど、あ、出てこないな、BKB みたいなグループ名だった気がする。 BKB、 バイク川崎バイクさん、ブンブン、ちゃうわそれは。ありがとうございます。47です。すいません。はい、すいませんでした。茶番に付き合っていただいてありがとうございます。、うん、
イッチャー泣かせの曲マジそれ本当にそれ、スイッチャーさんとライトさん、あの照明さん泣かせの曲うん、教育委員長みたいな人がさ、日本の教育委員長みたいな人がこの曲を知ってくれれば47もいつかあれに乗る、何か教科書とかに乗ることもあんのかな。でも感想部分だけですけどね正直。北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山形、え待って分かんない、もう一回言うね、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄。ありがとうございます。都道府県番号、確かに私16番、これをさ県知、これをさ県庁所在地、県庁所在地でやってるなんか出す人とかいないのか。札幌、北海道、青森、青森、待って青森、青森って青森、津軽弁、北海道、あれ青森って青森北海道、青森、岩手、盛岡、北海道、青森、岩手、宮城だから、仙台、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、あ、群馬、前橋、確かに前橋だ、やば、全然違うわ茨城、水戸、待って栃木、宇都宮、全然違うやんけ埼玉だけひらがなで変換されてたけど、完全に富山は富山なんで、もう札幌、那覇、はい、オッケーオッケー、東京は新宿、そうなんだ、待って、57分だって、やば、ありがとう教えてくれて。ということでランキング読みます。1位、菊池直久さん、ありがとうございます。タワーもありがとうございました。2位、サプライズレバーさん、ありがとうございます。3位、待って、やばい時間、パンダさん、ありがとうございます。4位、ともゆきさん、ありがとうございます。小井作太郎さん、ありがとうございます。6位、A ダッシュさん、ありがとうございます。7位、マックミックさん、ありがとうございます。8位、タケニーさん、ありがとうございます。9位、スミちゃん、ありがとうございます。10位、テルさん、ありがとうございます。11位、
ベベモンさんありがとうございます。12位レクサーさんありがとうございます。13位山内さんありがとうございます。そして熱のラッキーター18位はロクッタさんです。ありがとうございます。最近アットマーク以下全然読めてない、ごめん。マジで意外と今日時間あった、あと2分ある、あと1分半あったわ、読めたわ、ありがとう。今日もみんなに笑顔の夜が訪れますように。おやすみジュリエットみたいなこと言い始めてるおやすみ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 ウケるドボンは十血狙、あんま狙ってない、もう私今はオカリナとかのカードをゲットできるようにちょっと頑張ってます。あんま十血もう狙ってない。あ、はい、キャッチフレーズを忘れてました。ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6666人の皆さんにすげーうさぎのキトキト笑顔を届けしちゃった。山県代表ハーピョンこと橋本あずさでした。それでは皆さんありがとうございました。おやすみなさい。悪魔の数字みたいな感じだね、6666。バイバーイ。